どうも D チャンネルです。早速ですが皆さん、横浜家系ラーメンっていうのをご存知でしょうか。これは文字通り横浜が発祥の、とにかく豚骨とか鶏ガラとかを煮出して濃厚なスープに醤油だれを絡めた豚骨醤油味のラーメンなんですけども、横浜にある吉村屋っていうのを起源に、もう関東近郊なんかはもう何々屋って言って、もう横浜家系ラーメンのお店が結構立ち並んでるんですけど、まあこういう味を煮出すにはとにかく豚骨とか鶏ガラを煮込むわけですけど、自分からしたらもっと濃厚でコクのあるスープを取ることができる材料があるんじゃないかと思いまして、それがこちら背脂です。背脂って安いんですよ。2キロで600円ぐらいで買えちゃうんですね。というわけで今回とにかくこの背脂を煮込んでラーメンのスープにできるかどうかっていうのを試してみたいと思います。まずでっかい鍋に2キロの背脂ぶち込んで、ネギの青いところに生姜、ニンニク、たっぷりの水を加えたら強火にかけて、沸騰したらこのまま強火で10分から15分炊いて、背脂の冷凍臭さと獣臭さを軽減させます。10分ほど経過したらお湯を開けて背脂も取り出します。ブルンブルンです。そして表面を水洗いして、すんげえな、ホースみたいだな。ちょっと長すぎるんである程度の長さに切って、鍋に戻して、そこに人参、玉ねぎとたっぷりの水を加えて、沸騰したらこのままガンガン強火で炊いて、そうっすね、まあこっからだいたい8時間。はい、あれから夜通し煮込みまして、完全に夜が明けました。それで、一旦火から下ろして、冷ましてある状態です。それでスープの方はこんな感じになりました。白い、このようにですね、背脂の油分が沸騰させることによって乳化して、このように乳白色になるんですね。ただ自分の求めてるあのドロッとしたスープ、あれに近づけるにはここからもう一手間加えなきゃいけないと思うんです。その方法というのがこちら、ハンドミキサー。ここに油身を投入して一気に砕きます。おお、ご覧ください、見事な真似にドロットロです。その作業を鍋全体でやったらこんな感じになりました。見事にドロットロです。ていうか本来の家系ラーメンの作り方は絶対こんなんじゃないと思うんですけど、なんでしょう、感覚的にはベジポタラーメンに近いんでしょうかね、これ。まあ何にせよ、あとはこれを 2,3 時間ほどさらに煮詰めて、これでラーメンのスープは完成です。ご覧ください、温め始めたところドロットさが軽減され、なんか意図せずなんか黄金色のスープになりましたね。そんでスープを煮込んでる間に別の鍋で酒、みりん、醤油、旨味調味料、胡椒を入れて、これをある程度煮詰めてラーメンの返しを作ります。タレですね。そして出来上がったタレをゆで卵の中に入れて煮卵も作ります。今回はつけ麺用のぶっとい中華麺を茹でます。それではタレの入った器にスープを入れて麺を投入して、そこに先ほど煮卵、チャーシューは作ってる暇なかったんで水餃子、そして家系ラーメンといったら茹でたほうれん草ですが、高かったんで今回小松菜です。最後に海苔を乗っければ完成です。できました。背脂 100% で作った D チャンネル流家系ラーメンです。いや家系ラーメンじゃねえな、もうこれね、膜が張ってあって麺持ち上げるとすんごい勢いで湯気が出るんですよ。熱々です。それではですね、もうカメラのセッティングも惜しいんで、もう伸びないうちにいただきましょう。それではどんな味がするのか、いただきます。お、うまいぞ、うまい、よかった、ちゃんとラーメンの味になってるこれ。ただ油の濃厚さはもちろんあるんですが、味はですね、意外とあっさりな醤油ラーメンに近いですね。そこに油の膜を覆ったらこんな感じっていう、これはね冬に食べたらすんごい温まると思いますよ。というわけで検証結果、背脂でスープを取ると味は昭和ラーメン、そこに油のコクが加わると。
私は大変